リビングに移動しました。今日はベイトークありがとうございました。なんかすごいさ、ベートーヴェンさんのお下方がすごいいろいろ聞いてくださって、自分の気持ちすごいみんなに伝えやすかった。あ、パンダありがとう、クボズン。ありがとう、パンのチョコゴロネクマタワー、ありがとう。ありがとう。書くね。昨日のお礼の分も書いてきました。あーあ、なに、おにぎりおにぎりだ。なに、びっくりした、おにぎりだ。あー、ありがとう。わー、アンパンマン、おいしそう。たーちゃん、おにぎりくまちゃんとは、ありがとう、ありがとう。パンハとごはん派、パン派とご飯派があるの？もかご飯どっちも好きだけど。あー、おにぎりだ。ありがとう。お礼待ってね。お礼、あ、当たりが出てる、すごっおめでとう、いっぱいありがとう。てっちゃん、おにぎりたん、ありがとう。ちょっと待って、ちょっと待ってね、集中モード入ります。つむじタイム、そうだよ。はい、けど、そう。そうなんよ。全集中のももかさん、今めっちゃ集中してて口が全く動いてなかった。髪の毛全然、本当今日調子いい気がする。なんかさ、今日サラサラよ。
あ、みまる。つるんつるんでしょ。今日は声あんまり高い。本当？でも今日さ、喉の調子めっちゃ悪くてさ、って言ってるんだけど、今日歌おうと思ってる。STU の歌いっぱい歌おう。今日いっぱいかわかんないけど歌おう。なんか明日が配信難しいかもしれなくて、なのであの最後の配信の日が7日の12時から1時になりました。明日が分かんなくて、ちょっとそう、7日の昼間しかもうなくて、できる時間帯が。そう、お昼の、うん、そうなんよ、ごめんね。もうね、それ以外だったら今日で最後になっちゃうことになるから、それは嫌じゃん。もうかも嫌じゃん。そう、うん、だからできるところがそこで。あ、待って、あすこさん、チョココロネタはありがとう、ありがとう、ありがとう。あすこさん、お礼するね。ありがとう。ここで配信しようと思います。あ、すごい。明日さ、広島じゃないから結構ねバタバタしてて、うん、うん、まあできて15分とか、うん、だから全然長くできる時間帯がねないんですよ。ミントさん、レインボースターいっぱいありがとう。クマさんもありがとう。ごめんね、ギフト全然置いてないね、私。無理せずにありがとう。いっぱいギフトありがとう。ありがとう。ちょっと待ってね。ごめん、間違えて切っちゃった。この3人だね。よいしょ。ではどうしようかな。今でもタワーさ、こう書いてたら時間がかかっちゃうから、7日でいった、うん、7日は12時かな、1時間くらい配信して公園に向かいたいと思います。
ふじゅぐねぐね笑いじめ、ありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね、もうちょっとしたら歌いたいと思います。なかなか見る場所どこにする。そうだよね、公演前だからね、なかなか難しい時間帯で申し訳ないのですが、そう移動とかもいろいろあるので、そう明日はちょっと難しかった。めっちゃありますないよ、手がらしてないか、あら、ありがとう。たくさんから来てくれた方がいいね。そう、でもお礼がさ、ちょっと待って、急ぐ、ごめんね。手紙でした、取りに行くね、ありがとう。私は大丈夫、昨日本当に。でも今ね途中まで書いたよ。よし、じゃあ今何時かさ聞いてもいい？オッケー、じゃあ11時20分くらいまで歌って、そこからお礼を、まああともうねほとんど書けたのでお礼を書いて終わりたいと思います。今日はでもねちょっと夜になっちゃうからね、あんまり大きな声では歌わないと思うけど、みんながもう一回モーカの歌声聞きたいって言ってくれたので、今日はねカラオケ配信したいなと思って、最終日お礼書くだけ。最終日どうしたら、お礼がさもし間に合わなかったらどうしよう。全然本当にねギフトとか全然ね大丈夫なんだけど、本当にもし万が一その時やったら付箋とかに名前書く感じにしようかな。
なんか考えるね、ちょっとでも。あ、いちごだ、ありがとう。ギフトなし、全然、なんかもう全然なしでも大丈夫ですよ。本当にそんな思ってないので。何も、もしっていう話だから。全然お気にせず、私は感謝の気持ちを伝えます。最終日では、こんばんは。オッケー。11時20分、20何分ぐらいになったらまた教えてくれたら喜びます。あんまり大きな声では歌えないかもしれないけど、大好きな STU48 の曲を歌っていきたいと思います。曲決めてんの？いや、でも STU の曲をね、なかなか次いつみんなの前で歌えるかというか、歌えるか分からないので、歌を歌います。どうしようかな、ね、最初この曲にします。ちょっとね、そんな小声なんですけど、小声というか大きくない声だけど、思いを込めて大好きなSTU48曲を歌います。どんなに時が過ぎ去っても、君の顔が浮かぶだろう。違う空を
がちにつなぎ歩いたあの日を覚えてる。咲き始めたばかりのひまわりの道、幸せすぎちゃう時間はあっという間に消えてしまうから、できるだけゆっくり歩こうとしたって、うまくいってるのになぜか不安でいっぱいだ。初恋は誰も見ない、過去にどうなってるか想像さえつかないけど、もし隣に君がいなくても悲しまないように、何年過去に振り返れば今日のことを思い出すよ。もうこんな出会いはきっとできない、から先のこと叶えたくなる。君と絶対離れたくない、いつの日にか思い出せるとっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にまた出会って昔話できたらいい。そう涙以上に微笑んでいたい、ずっと優しく微笑む大切な君と約束したいんだ、忘れはしない。ありがとうございます。ありがとう。まずはね、やっぱり大好きなおもこいから歌いました。ちょっとね、いっぱいね、時間も限られてるのでいっぱい歌っていきたいと思います。どうしようかな。やっぱ桃花の初選抜の曲歌いたいな。されてないってすごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。確かにこういうの向いてないし、一生懸命やらなくてもいい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、死んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わっていたくなる。そう、これをきっかけに行け。ここらで一丁走ってみないか。
最高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 気持ちいい自分に頑張れ。牛なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗もいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールも目指そう。進め、ああ落ちこぼれよ。昔のまま生きててもいいけど、そう私はこんなに速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。開けてるだけじゃ逃げられない。それに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 腰を上げて頑張れ頑張れ。この曲はね、初選抜でね選んでいただいた時にの曲で、めっちゃ緊張しててね、すごいずっと本当に大丈夫、自分がね選んでいただけて大丈夫なのかなって思いながら不安でいっぱいのだったんですけど、でもすごい歌詞のね言葉がすごく背中を押してもらえて、頑張ってみようって、全力で頑張ろうってすごい思えた曲です。本当に桃太郎侍さん、おにぎりタワーありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待って、ね、お礼書きますね。あとでありがとう。声見に行けなくなったら配信で見届けますが、約束したらごめんね。大丈夫だよ、配信でも嬉しいから。ありがとう、ありがとう、配信にも届けるねいっぱい届けるね。
お手紙と直中焼きに送って、おーありがとう、取りに行くね、4月8日にね、そう取りに行きますね、ありがとう。ではでは、自分がね週末に選んでいただけた曲順に歌っていこうかな。その後ねランダムで歌います。もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、ララ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 ラ誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため背を行くのだろう。そうたった一つの地球の上、ララ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 。生まれた大地がここであろうとも、日は沈みまた昇る。希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ。日向も日陰も儚く、誰のものか決められないだろう。笑顔も涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から公共が消えたら、多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと、勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないくらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこかなって分けた幸せを分けてあげよう。ごめん。もしこの世界から公共が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。今日たった一つの地球の上、もしこの世界から公共が消えたら、争うことなんかなくなるのに、消えない線ばかり果てに引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しいその花ずっと守りたいよ。
ありがとうございます。花は誰のものはたくさんテレビ番組に出演させていただいて、なんかすごい ST48 を知ってもらえるきっかけにもなってて、クラスの子たちがテレビ番組で見たよとか言ってくれたり、コーチの友達もあこの曲わかるよとかすごい知ってくれてて、いっぱいねそういうアイドルを普段見てない方からもいっぱい知ってもらえて、そうスキップモーちゃんもねすごい好きって言ってもらえて、そういろんな経験をさせていただけた曲でもあるし、私も改めて平和について考えれた曲で、なんか自分もこの曲を歌うことによってもっと平和を広げていけたらいいなって思いながら歌っている曲です。うん、友達に知ってるって言ってもらえたけどね、私もすごいなんか同級生のみんなとかからも言ってもらえたのがすごい嬉しかった。そう、次はどこだどこだ、メッセージ性高い。うん、STU の曲はどの曲も歌詞が本当に良くて、そう全部好きです。うん、では続きまして、あそうね、3期生もこの曲きっかけの子がね結構多くて、あそんなに知ってもらえるきっかけになったんだなって思って嬉しかった。ST が歌うからこそ大きな夢ね。みんなで本当に私も歌えてよかった曲です。では続きましていきます。僕はもっと外に目を向けて息を吸
の自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。生きの仕方変えよう。ではないこと、そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくり。他の人と比べないで吸って吐いて自分のペースで。誰か好きになると知らぬ間に微笑む。思い浮かべるたび幸せな気持ちに。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくて好きだ。好きだ。声に出してみる。君が君が好きだ。嬉しい。みんなが俺もって言ってくれてる。息を吸う心のめっちゃ感想。吸って吐いて自分のペースでっていうところが歌詞がめっちゃ好きで、もうなんかその時ちょっと息が詰まってたりもしたんだけど、なんか自分のペースとかでいいんだなってその時思えて、最後にもーちゃんのスポットに当たるとこが大好き嬉しい。あ、そう、黒のね衣装でちょっと珍しいというか私のイメージじゃないような感じ。黒って多分みんなの中でなかった、私とのイメージなかったと思うんですけど、ちょっとね格好もかっこよかったかわかんないけど、かっこよももちゃんでした。自然力に通じるとこ、うん、そうなんよ。なんかそういう自分でのペースでもいいんだよってね言ってもらえるのってすごいいいよね。なんか意外だったけど、本当超レアももちゃんだった。絶対そうしろって思ったでしょ。私もしろって思ってた自分のこと。そう、でも意外性があって、みんなにそんなちょっといつもと違った自分を見せられた曲だったんじゃないかなって思います。たくさんリストありがとうね。ありがとう。お話し会参加できなくてごめんね。出場してから応援してる。ありがとう。とにかく元気でね。ありがとう。大丈夫だよ全然。QR コード見せて。そうそう、歌詞朗読制、そう。そうやって QR コードさ、読み込むの大変だったでしょ。もうさ、なんかいろいろ、ね、面白さもあって、その時。すごい。MV も見るのも楽しいし、読み込んで見るのも楽しいし、みたいな。いろんな楽しみがあった MV 動画で、私もめちゃ好きだった。そう、みんな何度も止めて頑張ってくれたよね。
ちょっと寒くて、私の顔が寒そうなんよね。実は。みんなね、多分寒かったんだけど。それも全部いい思い出だ。では次歌いたいと思います。リリーベも楽しかったよね。本当に一曲一曲に思い出が詰まってて、うん、一曲一曲に思いが本当に詰まってる。うん、この曲めっちゃよくいいよね。私も好き。では続きまして、じゃーん、あ、マイクになった。黄昏の匂い、砂浜に佇む自分が辛くなる。大人になれなくて心が縮んでく。うなずいたとこまで受け入れられないんだ。手を合わさず生きてゆく術を手に入れてしまったずるさ。思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔だなんて。何を引き換えにして自由を手に入れた。夢を見なくなった。自分が好きじゃない。感情なんて忘れてしまった。全てが一言に見えてくる。本気になっちゃう。そうするだけ。君はどんな後悔しそうなの。たとえ何度失敗しても、そうさ誰も気づいてない。過去は過去だ、変えられやしない。今度こそは絶対後悔するな。日がまた昇ってくるみたいに、思い悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。あの判断あれでよかったのか。誰もみんな人生後悔なだけ。
ありがとうございます。フフフ、こんちゃかエミリンさんのね、必要の失業センターの曲で、なのでユミリンさん、大好きなユミリンさんの失業の曲に参加させていただけてすごく嬉しかったです。そうですね、私にとってもラストシングルなんですけど、うん、この曲は MV で本当に瀬戸内を回ってて、普段はいつもだったら結構瀬戸内のどこかで撮影することが多かったけど、一個の MV に瀬戸内7県が詰まってて、そういう MV もねめっちゃ好きで、2番のねテープをこう振りながら踊るのもすごく難しかったんですけど、めっちゃ完成したの見たらかっこよくて、そうだからそのすごい瀬戸内の良さがギュッと詰まったね MV がすごく好きで、私はね徳島県にね行ってきました。あの表情、時の表情好き。え、そう、なんかもうかドアップあったんですよ。もう見た時に初めて知って、アップがあってそう、TikTok もかわいい、ほんとストリートスナップだよね。 STU らしい MV、 そうなんよ。ほちゃんの魅力もきっと詰まって、ありがとう。めっちゃ停止してスクショした。嬉しい、もういっぱい見てくれたんだね。リボンはそう初めてだったのね。そう、もーちゃんってリコちゃんが叫んでくれ、ね、叫んでくれてた。風に飛ばされそうなのもよかったそう危なかったよ、ちょっと海にポチャンいそうで。でもね、そう四国にね、私は徳島県に四国に行ってて嬉しかったです。ありがとう。ではここからはね、ここまではモーカの参加させてもらった曲にの順番に歌ってたんですけど、ここから思い出のある曲とか好きな曲とかっていうのを歌っていきたいと思います。でもね、さっきも四国の話したんだけど、だからこそこの曲はね歌いたい。だからね、ほう、そう、最後に観光大使になることができてとっても嬉しい、嬉しいです。みんなね一緒に画面の前で踊ってね行きます。やがて必ず届くことを海流は知っていたんだ。とは誰でも大切なことを忘れ、あんなに熱く語り合った日々も色褪せてくのさ。果てしえなしもいつぞかの夜過ぎれば穏やかになる。ただ日常が広がるだけ。僕は今負けそうだった、自分のその無力さに心折れそう。夢もガラス瓶に入れて
並べて中居もついたため息目指してた地は七つの海越えた彼方にあるのか世界の果てが見なくなって書いてるわ自然の意志は諦めない君をリスペクトする当たり前の毎日に飽きることなく夢がどこの裏側で沈んでしまったりしないか想像すると時々不安にもなるけどきっと未来は思うよりいい方へと流れてるできない理由ばかり考えていないで楽天できない日々思い出すんだよ波は何度寄せて返すのか指を追って数え永遠の長さを知る何かを手に入れるのにそんな簡単な負けない人を貸してもしょうがないよやるだけやったら今の自分にできること教えられた気がするよどんな結果が届こうと変わらないし抑えの中であの海流が夢を届けると信じながら夢をガラス瓶に入れて海に流せば叶うかないつかはちゃんと自分の元に帰るように波が少しずつ運んで地球一周できるかも願いの強さとは巡り巡った距離遠いあの頃の動画アップされてる嘘嘘嘘もも先生のこの夢をガラス瓶夢のガラス瓶の中にの振り付け動画ファンの皆さんの振り付け動画 YouTube に出てると思いますありがとう教えてくれて18分ではラストだね次の曲ミラーボールたくさんありがとうございます安否が常にくるそうなんかもう本当に四国観光大使に慣れてよかったなってもう本当高知に生まれてよかったってすごい思うぐらい思ってよかったなって本当にすごい温かい雰囲気でミニ公演でもねみんなで楽しむことができてうん。そしてね、四国観光大使にね、卒業前に就任することができて、すごい先輩方の長年の目標でもあったし、自分も目標でもあったので、とても嬉しかったです。うん。ではね。次が最後の曲になります。あ、ありがとう。てつさん、チョココロネタもありがとう。チョココロネ。ありがとう。ありがとうございます。
それでは聞いてください。ふたうちの声。あ、待って、ちょっと待ってよ。間違えた。ふたうちの声。よいしょ。聞いてください。
教えてくれたんだ。時が過ぎ去ってもこの自然が幸せの目印だ。ありがとうございます。もう瀬戸内の声はもうめっちゃ好きな曲、本当にいつ歌っても本当にずっと大好き。あー、ありがとうございます。ねむにゃん、どうもありがとうくまー、ありがくまー。ありがとう。みんみんさん、コロネタはありがとう。最初で最後、最初で最後が私でいいの？ありがとう。みんみんさんありがとう。レミアさんありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。カラオケ聞いてくれて。仕事もらいます、頑張れ。今日帰り帰宅とお手紙届いたじゃない、買い方教えて。うん、ありがとう。今日の分のさ、タワーさ、ツイッターとかに載せてもいいですか？多分今日ね12時超えちゃいそう。でもしっかりお礼したいから。いい？ではこの後書きます。この配信が終わった後に書きます。載せますね。ではでは、昨日の分のタワーのお礼を、あ、どこからか分かんなくなってきちゃった。ここか。昨日ね、タワーのお礼をここで見せてもいいですか？今日の分のいただいたタワーはツイッターとかに今からカキカキして載せますね。明日とかになっちゃうかもしれないけど、
からか。ちょっと待ってね。確認中です。よし。では、昨日の分のサワのお礼をしたいと思います。じゃーん、こっちが火事にならんね。ピーちゃん、守りたい。隣が歌はありがとう。私もね、ピーちゃんにはずっと笑顔でいててほしいです。もものためにたくさんたくさん頑張ってくれて、忙しい中ありがとう。一番好きでいてね。絵はね、船だよ。船に乗ってるピーちゃん描いた。似てる？やった。ありがとう。タイタニック、そう、私も書いたらちょっと思っちゃったけど、違うよ違うよ、乗ってるっていう意味の絵だから。これはでは続きまして、じゃじゃん、ずっと一番好きよ、ずっとね。にゃん、たーちゃん、たわありがとう。昨日の分だよ。練り歩きの時、たーちゃんがね、もう本当に目の前にねいてくれてめっちゃ嬉しかったですってやってくれてありがとう。ずっと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 好きでいてね。では、じゃーん、なんとももがちゃんでーす。撮れました、ありがとう。こちらこそありがとう。では次は、じゃん、百之助さん、お城タワーありがとう。いっぱいね、会いに来てくれて、たくさん褒めてくれてありがとう。もものね、ペンライトカラーのお洋服で来てくれるのが本当にとっても嬉しかったです。ありがとう。いっぱい一筋でいてくれてありがとう。桃大量発生。ずっと大好きで、ずっと大好きでいてね。いてね。ありがとう。では、表情がみんな違うよ。全部違うよ。スクショできた？
できてなかったら言ってね、見せるよ全然。オッケー。ではコウスケさん、頑張ったタワーありがとう。頑張ったってね、そう言ってくれて本当にありがとう。ずっと応援してくれてて嬉しいし、たくさんの幸せをくれてありがとう。思い出がたくさんありがとう、コウスケさん。ありがとう。頑張ったって言ってもらえて喜んでるもん。はーい。おもちゃね、そうだよ。すごい頑張ったねって言ってもらえるの嬉しい。ありがとう。ありがとう、楽しかったよ。モカも楽しかったよ。たくさんありがとう。腕にあるよ。ちょっと失敗してんな。モカ腕描くの苦手ないの。続きまして、じゃん、福ちゃん、お城タワーありがとう。福ちゃんとね話してるとほんまにあっという間すぎて、あれいっぱい話したはずなのにっていつもなるよ。本当にももかといっぱい話してくれてありがとう。もうずっと好きでいてね、一押しでいてね。あ、パパシンおめでとう。そう、パパシンのおめでとうだよね。ありがとう。パパシン配信見てたみたいで喜んでたよ、みんなありがとうね。パパシンお祝いタワーもね、昨日含めてあると思うのでありがとう。これなんとね、いつも桃バージョンじゃないですか。ずっと一押し言ったよ、言ったからね。言ったからね。これね、いつも桃バージョンじゃないですか。でも福ちゃんって夏バージョンになると暑くて、カービィに変わるんですよ。頭のあれが、桃暑いから、だからそれの夏バージョンを福ちゃん描きました。夏仕様。ありがとう。このバージョン嬉しいです。本当よかった。なんかドキって書いてある。何ドキって。ももしこちゃん、そうだよ、もそうかな。昨日の分みんなできたかな。1、2、3、4、5。もしね、抜かりとかあったら教えてくださいね。ほんとに。あ、めっちゃ可愛いよ。ハムちゃん。ハムちゃんめっちゃ可愛いよ。だ、ありがとう。ハム。いつもいっぱい笑顔でファンスしてくれるもちゃんの強い声は広島まで合計信じます。強めと、ありがとう、嬉しい、ありがとう。見ててくれてありがとう、ありがとうです。またお礼載せますね、ありがとう。ありがとうございます。
ってね、メモっちょかな、メモっちょかな。ありがとうございます、たくさん。今日大丈夫です。ありがとう。明日はね、みなみさんの卒業公演。今日、ベイトークでみなみさんからお手紙いただいたんですけど、メッセージいただいたんですけど、もうめっちゃ嬉しくて、その言葉をね思い出して、明日すごいね悲しくなっちゃうけど、でもお見送りできることがすごく嬉しくて、うん、だから明日はもう本当にお見送りするって気持ちで、そうめちゃね、うん、桃のことそうめちゃ見てくれくださってて、すごいもうその手紙の時うるってなったよ本当。ドレス姿楽しみだな。明日もね、ファンの皆さんにたくさん元気を与えられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。うん、頑張るぞー。おー、手紙までね、もかも明日お礼言いに行く。明日恩返し、そうだね、恩返しできるようにね、もうたくさん盛り上げて、桃野を選ぶ道全部が正解だよってね、本当に本当にね、うん、なんかうん、そんな風に思ってもらえて幸せだなって、すごい背中を押してもらえる言葉だね。ラスト神戸楽しんで、うん、そうだね、もうラスト神戸の公演とかでは、神戸はあのセミナー、 ST48 のセミナーで行った場所が神戸で、本当は香川の行こうとしてたんだけど日程が合わなくって、パパと一緒に神戸のセミナーに行ったんですよ。だからすごい神戸って思い出がある場所で、とっても私のまあ始まりなので、 ST48 の始まりの場所でもあるので、お船、そうお船、花だれのリリーベも神戸だった、ちょっと遠くの人に、そうなんよ、日程会う日がね神戸の日だったから、思い出のある場所でね応援することができてとても嬉しいです。明日はたくさんたくさんね盛り上げられるように頑張ります。昇格ツアーもね、一体メンバー誰が出たんですか。そう、あのね、いっぱいほのたんさんとか、ハルトさんとか、
でもあの時緊張して、あの質問ありますかみたいなコーナーで全然喋られなくて、すごい積極的な女の子がいて、あ、私ダメだなって思った思い出がある。シティの消しアピオコメね、本当に嬉しい。ありがとうね、いっぱい質問ありますけど質問するので、そうない、ちょっと勇気が出なかった、恥ずかしがり屋さんで。そう、今日もね、もうちょいダメなとこなんてない、そんなことないよ、ありがとう。でもこれからも成長していきたいな、4年間ですっごい成長できたから、もっと成長して、あ、そんなシャイだったもちろん今となってわかんない、どうなの、今もちょっとシャイかもしれないけど、あの時より全然ね、前に立ったりすることができるようになりました。素敵なレディになるわ、4年後のもちろん180cm、 そうだよ、180cm、 今日の肌パックの件でプルプルでしょ、ツヤツヤでしょ成長期はそう、まだこれからだと思うので、では今日はみんなへのお礼をカキカキして、ブログをもうちょっと考えて明日に挑みたいと思います。おやしおみ、では読みます。13位のモンカロ侍さん、ありがとう。12位のターちゃん、ありがとう。11位の現場監督さん、ありがとう。もーちゃん、君を好きになってよかった好きになってくれてありがとう。10位の一つのユース、ありがとう。もこごみ、スティーはもう楽しい、ありがとう。10位のトシさん、ありがとう。もう7位にしてるのが多分壇上の人みんなタワー分で超えてる。あ、そっかそっか、ありがとう教えてくれて。でもどうしよう、どうやって何位まで俺書いたらいいかしら。そうだよね、みんなミラーボールとかたくさん、僕もタワー分投げたよ、送ったよってコメントで教えて。今から7日はポップコーンズイブレイトの尻尾連れていく、お連れてきてね。今日も明日もずっとそばにいてください。あの人が普通の人に勧めたときに、あらもうかが推しメンじゃないの、最後のありがとうね。8のミミさん、ありがとう。7位のテツさん、ありがとう。6位のアスコさん、ありがとう。明日頑張って、もーちゃんの最高の質問待ってますね、ありがとう、頑張ります。5位の久保潤さん、ありがとう。4位のマグさん、ありがとう。3位のイトさん、ありがとう。もーちゃんの歌声本当に大好き、ありがとう、ありがとう。2位の大熊さん、ありがとう。1位のデモニアンさん、ありがとう。もーちゃんがスカイセーテンかわいい、ありがとう。すごい、壇上も1位発で、おー、ありがとう、ありがとう。そうですね、タワーじゃない方もさ、壇上にいる方
もう。いるよね。でもそれはタワー、あれどうしよう教えてみんな、僕もタワーだよって教えてわかんないよ。方わかるよ。けど多分ね、タワーじゃなかったけど合わせて全もうタワー分ぐらい今日ね、あるね難しい、どうしよう。明日の声ありがファイト、ありがとう。壇上にいる人はそっか、壇上に壇上の方々みんなで大丈夫なのかな。私より上位の人はタワー以上かも。ありがとう教えてくれて。そっか、待ってね。かな？合ってるかな？もしね、間違えてたら教えてくださいね。半面だった？ごめんごめんごめん。とりあえず、さっき教えてもらったから、壇上部の方々のお礼と、とタワーの方々のお名前は、お名前というか書きますね。ありがとうございました。ありがとうね、たくさんいっぱい見てくれててありがとうございました。おやすみなさい。また明日。また明日。明日公演よろしくお願いします。ありがとう。ああ、書くのもいいしない。ありがとう。お礼するからね。だね。